ツルサメの一種インド太平洋の熱帯域深度92メートルまでの沿岸に広く分布する大西洋のニシレモンザメとキン,ンで同様に太い体幅広い頭部一様な黄色い体色を持つが本種はヒレが強い釜型であることで区別できる最大で3.8メートル動きは遅く主に甲骨魚を食べる 長距離を移動することは少ない。体制で2年ごとに13匹以下の子を産む。臆病だが人への攻撃例も報告されている。繁殖力と移動力が低いため漁業によって個体数が減少しており、IUCN は保全状況を絶滅危惧としている。ドイツの博物学者エドアルト・リュッペルによって1837年のフィッシュでロサ・ンミルズにおいて カーカライアズ・アキューティドンズの名で記載された。1940年、オーストラリアの魚類学者、ギルバート・パーシー・ホイットリンは親族ネグプリオンを創設して本種を移した。タイプ標本は1960年に指定され、ジッダ沖の航海で捕獲された68センチメートルの個体である。種小名アキューティドンズは、ラテン語のアキュータス、デンズに由来する。 他の英名として、ブロードフィン・シャーク・インディアン・レモン・シャーク・インドゥー・パシフィック・レモン・シャーク、または、単に、レモン・シャークと呼ばれる。日本では1981年、吉野らにより生息が確認され、レモンザメのアミが与えられた。沖縄地方ではよく見られるサメであることから、マーブカーと呼ばれる。マイクロサテライト DNA からは、本種は、 西レモンザメと100から140万年前に分岐したことが示された。テチス海が閉じたことによって、レモンザメ族は、インド洋と大西洋の集団に分かれ、別種となったと考えられる。祖先的なレモンザメ族として、米国とパキスタンから、ネグプリオンユーリーバスローデンの歯が発見されている。レモンザメ族自体は、形態や分子系統解析によって、 眠り深や尖り目覚め族とともに、イタチザメヒラガシュラ族、尖りアンコウザメ族などの規定的な族よりも目白ザメ族に近い位置に置かれている。サンゴ礁は生息環境の一つである。インド太平洋の広範囲で見られる。インド洋では南アフリカから、紅海、モーリシャス・セーシェルマダガスカルインドア大陸に沿って、東南アジアまで。太平洋では、台湾。 フィリピンからニューギニア島、オーストラリア北部と太平洋諸島に分布する。本種は島伝いに太平洋中部へ広がっていったようではあるが、オーストラリア東部を中心とする個体群とフランス領ポリネシアを中心とする個体群は最低でも7 5 0トル離れており、これらの間には顕著な遺伝的異が存在することがわかっている。このため、長距離を移動することは、 非常に稀だと考えられる。日本では、八重山諸島以南、入表島や石垣島などで見られる。大陸方や島棚の沿岸域に生息し、長艦隊から震度92メートルまで見られる。清水や濁った水を好み、湾内、川口、小湖、または、障害園の砂地などでよく見られる。時折外洋に出る個体もおり、1971年には、 マッコウクジラの死骸の近くを泳ぐ個体が撮影されている。幼体はマングローブ周辺の小腹でよく見られ、水深が浅いため背びれを水中から突き出していることがある。生育場として知られるシャークワンのヘラルドバイトでは、幼体は3メートルより浅いマングローブや開けた水域ではよく見られるが、海藻のポシドニアオーストラリスに覆われた場所では見られなかった。 鎌型のヒレが特徴である。体は太く頑丈で、頭部は短く幅広い。糞は丸くくさび型。尾孔は小さく、三角形の前微弁を持つ。目は小さく、噴水孔はない。口角には短い唇しびらがある。片側の歯列は、両角もに13、16。顎中央には微小な小中歯列がある。上顎歯は、 大きな先頭と幅広い基部を持ち、両側にへこみがある。広角に向かうほど歯は傾く。下顎歯は、上顎歯に似るが、より細く、傾きが小さい。1.4メートルを超えた個体は、歯に細かい巨子を持つ。ヒレは、ニシレモンザメと比べより強い鎌型をしている。第一背びれは、胸びれより腹びれに近い。第二背びれは、 第一とほぼ同じ大きさで、尻びれの少し前方に位置する。胸びれは長くて幅広く、第三と第四エら列の間から起死する。尻ひれ公園には強い切れ込みがある。おひれき部の多くは、前後方向を向く。川場は大きくて重なり合い、各川場には3から5本の水平流起がある。背面は一様な気褐色で、覆面は単色。ひれはより、 黄色味が強い。最大で3.8メートルの記録があるが、通常は3.1メートルを超えない。通常は海底近くを泳ぐ。メディアを再生する求愛行動。オスがメスを追う。不活発な種で海底直上をゆっくりと泳いでいるか、海底に横たわっていることが多い。本種は通常のメジロザメ類と異なり、 泳がなくてもエラに水を送り込むことができる。稀に餌を追って海面近くまで浮上することはある。長距離を移動することは少なく、アルダブラ干渉での標識調査では90、90%以上の個体が最初の捕獲地から 2km 以内で再捕獲された。また、フランス領ポリネシアのモーレア島では、年間を通じて島の周りで過ごす個体もいるが、 移動性で稀に島を訪れるだけの個体もいることが分かっている。餌の90%以上は、定生や沿岸性の甲骨魚で、ミシン科、ボラサバトウゴロウイワシか、ダツカキスタイカハマギギ科、モンガラカワハギ科、ブダイカハリセンボンかなどが含まれる。稀にトウソクルや甲殻類、大型個体では、アカエカやサカタザメカを食べることも知られる。 本種は、大型のサメに捕食される。寄生虫として、常虫のパラリグマトバートリウムアルノルディー、スードグラローシャスプラティフォーリボットリウム、パリラクロコダイルスプラティボットリウムジョンドジョラムが、知られている。また、海底に寝そべって、本染分けベラの掃除行動を促すことが、記録されている。口を開けたまま150秒にわたって、呼吸を止め、ベラが、 孔内やエラに近づけるようにする行動も見られた他の、メジロザメ類同様に体制で、成長した肺は、卵黄の王を胎盤に転換する。胎盤は、妊娠4ヶ月、まだ、外エラの痕跡が残るうちに形成される。メスは2年ごとに、浅瀬の生育場で出産する。妊娠期間は10から11ヶ月、産子数は1から13。西レモンザメと異なり、 生まれた海域に戻る、海峡性を示さない。出産は、マダガスカルとアルダブラでは10の11月、フランス領ポリネシアでは1月。妊娠していないメスは、これと、同時期に入ら交尾を行う。出生時は45から80センチメートル。成長は遅く、12.5から15.5センチメートル、年程度である。 雌雄ともに2.2から2.4メートルで生成熟する。乱獲により個体数は減少している。数例の非挑発的な攻撃が報告されている。大きさと歯の形状から潜在的に危険だと考えられており、人が接触や攻撃などによって挑発した場合は、素早く激しい反応を示すことが知られている。一度敵対するとしつこくつきまとい。 ある例ではダイバーを、産後の頂点に追い詰めて、数時間にわたってその周りを泳ぎ回った。だが、ダイバーによる観察からは、餌の存在下であっても、通常は臆病で接近を嫌うことが報告されている。ダイバーの視界に入る前に泳ぎ去ることもよくある。また、若い個体は、生体より、攻撃的であるという報告がある。モーレア島では、餌付けによる、 エコツーリズムの対象となっている。飼育は容易で、水族館でも飼育される。沖縄チラウミ水族館では2008年7月7日、日本国内で初めてレモンザメの水槽内での出産に成功し、繁殖賞を受賞している。IUCN は全体としての保全状況を気球としている。刺し網やハエナワで漁獲され、肉は生や干物、 塩漬けで販売される。フカヒレや、干油も利用される。繁殖力と移動力が低いため、地域的な乱獲に非常に弱い。東南アジアでは、無期制漁業の拡大によって希少となってきており、地域的に絶滅危惧と評価されている。この地域では、水質汚染や爆発漁法、マングローブの伐採による生息地破壊も深刻である。 インドや太陽国の一部ではすでに絶滅していると見られ、かつては個体数の多かったインドネシアの市場でも見られなくなっている。オーストラリアでは、根格によって少数が漁獲されるのみであり、保全状況は軽度懸念とされている。日本では、八重山諸島など一部の熱帯海域でしか見られず、水産上重要ではない。沖縄では、 網や籠にかかった魚に引きつけられたり、食い荒らしたりすることから、漁師からは嫌われている。ありがとうございます。